鎖国をしながらもオランダとは、長崎の岐阜まで交易をしておりましたので、そういう意味では琉球に対してですね、まあ、少し認識が甘いところがあったんですが、どんどん西洋列強にですね、先を越されているということを焦って、